こんにちは、吉田隆代です。今日は皆さんに、普段飲むお茶についてお話ししたいと思います。私はいつも、三年番茶というお茶を飲んでいます。三年番茶で、これは、マクロビオティックをされている方は結構飲んでいらっしゃる方が多いと思うんですけれども、普通の番茶とはちょっと違っておりまして、で、今回、どこのでもいいと思うんですけど、たくさんいろんなメーカーさんが出してらっしゃって、で、私は近くで手に入りやすい無双さんの三年番茶をよく飲んでいます。で、何かでは違うのかって言いますと、普通同じお茶の木はお茶の木なんですね。で、普通は葉っぱのところですよね。新芽のところ、2枚葉っぱの本当一番先のところを摘むってよく言ったりすると思うんですけれども、葉っぱの部分ではなくて、茎の部分を主にというか茎の部分を使っている番茶なんですね。で、基本的には普通の緑茶っていうのはとてもカフェインとかが多くって、割と体に刺激が多いというか、昔もともと日本に伝来した時っていうのはお坊さんが持ち帰って、で、とても陰性な飲み物なので、お坊さんが修行というかね、もうずっと眠い中ずっと修行するとかお経を読むとか、そういった修行をする中で眠気を飛ばすためとかにも使われてたりしているので、とても陰性なものなんですね。で、どちらかといったらちょっと薬的な要素で使われていたと言われてます。で、この三年番茶というのは、その何が3年かというと、普通だったら、葉っぱの部分を取って、でそれをいって普通にお茶にすると思うんですけれども、この三年番茶は、取ってから3年間熟成させます。で、その3年間熟成させる間に、そのカフェインとかが飛ばされてですね、刺激のある部分というのが飛んでしまっている。で、ただカテキンとかと言われる殺菌作用とかは残っているので、どっちかといえばいいところ残って、いらないところが飛んでるみたいな感じで、とても普段飲むには体に刺激が少なくて飲みやすいです。ですのでお子さんにも飲みやすいですね。カフェインとかが入っていないので、家族全員、お年寄りからお子さんまで飲める、赤ちゃんとかでも飲めるので、安心して飲んでいただけるものですね。で、これは、そうですね。普通に沸かしていただいて、煮出して、お茶として煮出して飲んでいただいたらいいんですけれども、お手当なんかにも使われて、三年番茶を、例えば梅生番茶に使ったりだとか、あと、大地大根湯とかって、使ったり、あと塩番茶とかにして飲んだりとか、飲まないですね。塩番茶でうがいをしたりします。で、冬の喉がイガイガしたりだとか、ちょっと腫れてきたなっていう時は、早い目に、この三年番茶を濃い目に煮出していただいて、でそれにちょっと口入れたらもう辛っていうぐらいお塩を入れて溶かしてもらって、それでうがいをすると本当に喉が殺菌されて、早いうちにやれば、それで食い止められたりもしますので、ぜひ試していただきたいと思います。で、私的にはネットでも手に入るので、その各家庭でいつも置いておいてほしいなって思うんですよね。皆さんに常に飲んでいただく飲み物として、コーヒーとか紅茶とか緑茶っていうのはやっぱり刺激が強いものなので、あんまりずっと飲んでるとやっぱり腎臓とか膀胱に負担がすごくかかると思うんですね。なので、飲まれる、普段飲む、上飲するんだったとしたら、ぜひ三年番茶をおすすめしたいと思います。はい。で、今日これ撮影しているのが、2017年の11月の16日なんですけれども、実は、別に回しのものとかじゃないですけれども、この16日からの金土日、明日もある今日木曜日なので、金土日と4日間ですね、
大阪の中央区にある結びガーデンというところがセールをやってるんですよね。なので、10% オフとかになって、で今回この無双の3年番茶は増量した上にいつもより安くなっているので、ぜひこの機会に手に入れていただきたいなと思います。はい、ぜひネットでもいいです。手近なところで見つかるようであればぜひ家庭に必ず3年番茶を常備していただきたいと思います。ぜひ毎日飲んでください。では参考にされてください。